黒毛和牛を扱うステーキハウスがこの時期だけ提供する特別なごちそう。クリスマスは特別ブロイラーチキンでローストチキンとして提供することになりました。クリスマスのために限定30匹で岩手県の農家さんに直接仕入れてますと。鶏なのでバイキングの場合もありますためにお酒と塩を入れて沸騰させたお湯で洗う感じになります。ブロイラーチキンがちょっと硬いなので味が入り込むために外側の油が取り出したいんです。丁寧に下処理をしたら肉の味を引き立てるスパイス、そしてハーブを。ブラックペーパー丸ごと入ってホールでタイムとローズマリーが入って若干塩と酒、あとニンニクだけがちょびっと、それで以上になります。ローズマリーとか入った上でちょっとクリスマスっぽいの香りもあります。一晩寝かせて味を染み込ませたらオーブンへ。およそ30分じっくりと焼き上げます。クリスマスの定番料理ローストチキン、聖なる夜の食卓を彩るごちそうです。時間をかけてローストすることで肉汁を閉じ込め、しっとりジューシーな焼き上がりに。赤いけど火はちゃんと入ってます。これ焼きすぎるとやっぱり肉の汁がどんどん中まで固くなってくるの。やり方ほぼステーキと一緒なんで、はい。絶妙な焼き加減はステーキハウスのシェフだからこそ成し得る技。そしてローストチキンの醍醐味は多彩な部位をシェアして楽しめること。美味しさを分かち合えるローストチキン、クリスマスだけのこの味覚、大切な人と味わってほしい一品です。